ミネベアミツミ株式会社は、長野県北作郡三代田町に本社を置くベアリング、モーターを中心とする電気部品メーカー。小型、ミニチュアサイズのボールベアリングでは、シェア世界主位。略称は NMB。生産の6割を太陽国で行うほか、中華人民共和国などにも工場を持つ。日経平均株価、JPX 日経インデックス400。 構成銘柄の一つ。高橋隆美が会長、社長時代、多角化を目指し、M&A を積極的に行い規模が拡大し、一時はミネベア航空という自社専用の貨物航空会社まで持つほどであった。しかし、収益力の低下と下諏訪町にある産協正規製作所の買収に失敗し、本業回帰に転換している。新中工業を合併後、 警察や自衛隊向けの拳銃や機関拳銃も開発、製造している。創業以来の事業であり、外径30ミリ以下のミニチュアベアリングに強い。現在では、比較的大型のベアリングも製造している。特に、ミニチュアベアリングの世界シェアは60%を超えている。そのボールの表面外は、 r a 0 0 0 0 1ト、mm、ル、内外輪行の深縁に対する誤差はプラスマイナス0 0 0 0 1ト、mm、ルという超高精度である。特に精度が求められる HDD 用の深縁度は0.05マイクロメートル M 以下であり、この数値は人間の毛髪のおよそ千六百分の1以下にあたる。ボールの深球度は0.02マイクロメートル M 以下であり、これは 地球の直径約1280万メートルに対して、わずか25.6メートル以下の誤差ということになる。その高い調整密加工技術を活かし、2009年1月に、世界最小の外径1.5ミリメートル、ボールベアリングをリリースした。現在 HDD の軸受けとして、主流の流体軸受けも手がけている。一般的には目にすることがない部品であるが、ホビー用では、 サスペンション、ツリグ、電動ガン、ミニ四駆などのアップグレードや補修用として人気であり、ネット商社やオークションなどで入手可能である。70年代にモーター事業へ参入し、主力事業の一つに成長した。2004年に松下電気産業モーター社とファンモーター、ステッピングモーター、振動モーター、ブラシ付け DC モーターについて提携した。HDD や携帯電話、 デジタルカメラ用などの小型モーターから、ブロワーモーター、ターボ分子ポンプ用、モーター、点鉄機用モーターなど大型なものまで多種、取り扱っている。鉄道用点鉄機、遮断機モーターは、日本国内シェアの半数を握っている。HDD の構成部品の一つ。磁気ヘッドを取り付けたアームを動かす視点となる部品で、ベアリングを内蔵している。 世界の65%以上のシェアを持つ。ベアリングや回転機器のノウハウを活かして、レゾルバや電磁クラッチの応用機器を開発、生産している。トルクセンサーとして EPS にレゾルバが用いられている。近年のワゴン、ミニバン等では電動スライドドア機構に電磁クラッチが使用されている。日産、リーフの走行も歌向け VR、レゾルバも生産している。 北斗音響を前身とするスピーカー事業部はオーディオメーカーに各種スピーカーを OEM 供給している。歪みゲージ、フォースセンサーなどの小型機器からロードセル、圧力計、トルクメータ、指示計、歪み測定器、大型の引っ張りや縮材料試験機など幅広く生産を行っている。任天堂のバランスウィーボードにはミネベア製、ストレインゲージ式、 ホースセンサーが用いられている。液晶パネル用バックライトやインバータを生産し、液晶テレビなどに採用されている。特に iPhone 用バックライトモジュールを供給し、飛躍的に事業拡大しているが、対抗場として UKL が台頭しつつあり、今後の動向に注目が集まる。現在では、デルやロジクールなど、大手メーカーの OEM 生産が中心だが、 かつては高品質なメンブレンキーボードを自社ブランドで製造しており、2006年頃までは秋葉原の PC ショップでも取り扱っていた。2013年には自社のセンサー技術を応用したタッチセンサーキーボードクールリーフを開発している。主に代理店を通じ医療現場やクリーンルーム用として販売されているが、ネットショップなどでは一般向けに販売されている。 東京工渉製造所の所長を務めた南部基次郎が戦前に起業し、戦前、戦中に多くの重機を生産した中央工業前身としている新中央工業を合併し、ミネベア大森工場とした。ニューナンブ M60、M360J 桜、9mm 自動拳銃、9mm 機関、拳銃、 航空機用のボムラックなどの軍事向け製品を生産している。2015年8月28日、世界最小の量産可能なボールベアリングとしてギネス世界記録に認定された。外径 1.5mm のスチール製、ボールベアリングであり、日本の最高放棄開始級で時計の中に搭載されているトゥールビヨン機構に採用されている。ギネスワールドレコーズ。 日本支社の新規プロジェクト、匠日本プロジェクトにおいて、第1号として、ボールベアリングが認定された。ありがとうございます。